このマインクラフトは、ゆっくりでの、平凡な日常を描くものです。過度な期待はしないでください。あと、部屋は明るくして、モニターから29フェリカは離れて、見上がってください。はい。突然の雨が、とりあえず眠れば、雨は止むと噂で聞いてましたので、ベッドを作ってます。そうい。次に扉を作っておきましょう。物騒で仕方ありませんものね。でも、屋根のないところで眠ったら、モンスターが枕元に立つんじゃないですかね。ちょっと怖いので、先に天井をなんとかしてみます。おい、朝からクリーパー先生とキャッキャウフフしたり、結構気を切ったりしてたので、もう夕方になっていたのか。雨の時は太陽が全く見えませんので、時間がわからないのですよ。今まではあまり必要でなかった時計が、ここに来てお役立ちアイテムに昇格ですね。雨でもやばかったのに、夜とか完全モンスタークラブじゃないか。やばい、どうしよう、屋根が全然間に合っていません。とりあえず窓は、雲が入れないように隙間を小さくしてみる。水の上にはモンスターはかないと思うけど、また山の方から襲ってくるよな。おいー、生首はやめろー。マジでびっくりするから。今死んじゃうと、拠点の方でリスポーンしちゃうので、またここまで来るの手間だよなー。ようやく屋根の輪郭までは完成したけれど、とてもじゃないが屋根全部は厳しい。こうなれば、半ブロックでネズミ返しをつけて、雨の中強引に寝るか？いやダメだ。暗い上に、落ちれば絶対にモンスターに、袋叩きされるだけだ。しかも、うっかり落下とか超あり得る。それがインセインクオリティ。天の国のお母さんが陰謀術を買ってきました。その1店舗お母さんが食べました。残りの1店舗を隣の猫さんにあげたから、いやー、さすがにないわー。雨の中、直立でビバークとか、過酷すぎるにも程があるわ。さて、覚悟決めて降りるとしますかね。焼き豚うめえ。おや？クリーパー先生いらっしゃってない感じ？これは無事降りれるんじゃないか？なんか今回は周りに誰も来ていないようですね。好都合ですので、屋根を今のうちにかけてしまいましょう。先にベッドで眠ることを優先して、土で屋根を仮で作ります。後で少しずつ、木材に置き換えていきますよ。こうやって作業すれば、いつ夜になったって安全に眠ることができます。お母さんもぜひ、お子様に勧めてあげてください。お気づきかと思いますが、今回の屋根には半ブロックを使用しています。以前作った屋根では、このような傾斜角度になりますが、今回のようにハーフブロックを間に混ぜて使っていきますと、このように傾斜が緩やかになります。このコテージはあまり尖った屋根は似合わないと思いましたので、今回このハーフブロック作戦を採用しました。また、副次的な効果として、ハーフブロックの上にはモンスターが湧かない。ハーフブロックは石などと同じ扱いになるため燃えないなどがあります。手持ちがなくなったので、ワークベンチでハーフブロック作ってきます。おお、雨が上がりましたね。それにしても、丸い建物にハーフブロックを使って屋根を作るとか、なかなか複雑ですね。
できるだけ自然な円錐形にしたいのですが、これがまた難しい。そうい初のハーフブロックにやや振り回されております。うむ、これが正解ですね。一つ見本ができれば、あとは繰り返しなので楽です。砂を間違えて使うのはインセインクオリティ。屋根も仮設ですがかかりましたので、気分を変えて山の整地作業もやっております。ここに作るものは建築ではなく、あるオブジェクトになる予定です。この島の山を削ると言いましたが、だいたいこの範囲が更地にする範囲となります。今出ていますのが制作するオブジェクトのサイズです。周りの地形と比較して2分の1スケールが見えかけがいいと判断、今回2分の1で制作予定です。それでも長さが131ブロックですので、後に公開することとなります。さて、気分転換も終わり、作業に戻ります。ほんと山を削るのは大変ですので、少しずつ気が向いたら進めることにしています。今何か聞こえた。そうか、前回下にちらっと見えていた空洞にモンスターが湧いているのか。モンスターの声が聞こえるコテージとか、あまりにも縁起悪いので、完成したら下の洞窟を攻略しに行きますか。さてさて、定番の柱を設置していきます。部屋の中が少し暗く見えちゃいますが、原木ブロックの柱はメリハリが出るので大好きです。これをやると壁と柱が一目でわかりますね。屋根も最後の仕上げに向けてスパートです。いい加減土を早くなくして木材に変えておきたいところ。本当ならば藁とかで屋根を作れたらそれっぽいのですが、ないので木で我慢です。と、ここで日が暮れてきましたので、一旦ベッドで眠って朝にしてしまいましょう。マイクラ職人の朝は早い。今日で屋根を仕上げちゃいますよ。OK? あとは、丸くなるように、ブロックのおかしなところを、微調整かけていきます。今、屋根の内側を仕上げていっております。え？なぜ体力が満タンなんだって？別にいいじゃないさ、そんなこと。人にはそっとしておいてほしいこととかいろいろあるんだよ。天井にはフェンスを利用してペンダントライトの吊り下げ部分を作っています。今回は全体に馴染むよう、
ペンダントライトは木製のパーツで統一しています。あとは、すねの足場を崩して、天井は完成です。掘り上がった天井と、ペンダントライトがなかなかいい感じです。やっと固定費っぽくなってきました。もうトーチかなんて呼ばせないんだからね。あとは外回りと一部修正で完成となります。次回で完成させちゃうぞー。